開示請求のあった文書を出さないでくれと、そのまま文書を開示するのは困るというような趣旨でございました。田川市の村上拓也市長は今日記者会見し、6月23日に大任町の永原譲二町長と会談した際の録音データを元にしたやり取りを公表しました。村上市長によりますと、永原町長が田川市役所を訪れ、永原町長が組合長を務める田川地区のごみ処理施設をめぐって、田川市に出された情報公開についておよそ1時間にわたって会談しました。会談の中で永原町長は情報を一部変えて公開することを求めた上で、応じなければ田川市からの焼却灰の受け入れを拒否することを示唆するなどの発言をしたということです。市民生活に影響がある、そういったことを持ち出して、町長の思いを通そうとする、こういう手法についてはやはり怒りを覚えます。村上市長の記者会見について大任町役場は、会見の内容がわからないためコメントのしようがないとしています。